はい、おはようございます。今日はね、皆様に、お願いがあって、急遽動画を回しております。お願いというのが、昨日、もう今朝方か、僕の友人が急にいなくなって、で、それを探してほしいなと思って、ちょっと動画を回しております。昨日朝方まで、みんなと LINE で、電話で、やり取りした中で、やっぱ僕が呼びかけてほしいということになりました。内容はね、ちょっとハテナになってると思うんで、説明しますけども、僕の友人で、YouTuber の友人ってほとんどおらへんのかな。おらへんとか、もうほぼ皆無、中で、唯一、YouTuber として仲いいのが、友達というか、本当に仲いいのが、風俗、闇風俗の突撃で、スプラッシュ桑田さんって言ってるんですけども、それと似たような活動をしてて、もっとやばいところに潜入してる、キキチャンネル。これキキちゃん、みんなキキちゃん、キキちゃんって言うんですけど、なんかおばあとかもみんな仲良くて、同じグループラインがあって、そのキキチャンネルのキキちゃんがずっともう最近連絡取れへんと。で、最後も動画、動画上げたのが最後、また闇風俗突撃して、で、終われるような感じで終わったんかな。で、キキちゃんのその後ぐらいに動画めっちゃバズってるし、やっぱキキちゃんのもリアルすぎて面白いねって話をしてたんですけども、ただその時にやっぱ一番僕の中でこう、不安に思ったのが、こんな危ないことをやり続けて、身が持たへんのちゃうかなっていう、本人の、もちろん彼らってグレーゾーンというブラックの世界にいてる人ですから、そういう人たちのところに突撃して、ウェーイってこうなんか動画撮ったり、いや、ウェーイじゃないな。ほんまにもうリアルすぎて、キキチャンネルわからない人は、一回調べてください。キキチャンネルのチャンネルはこんな感じでございます。どうぞ。ここは、じゃない。じゃあどこ？何するの？どこ？経営者どこ？あなたどの警察？経営者。あなた警察？警察これはビデオダメでしょ。警察じゃないからあなたはこれはじゃダメでしょ。経営者どこ？経営者呼んで。あなたはこれじゃあお店違う？あなたは警察？警察？写真撮るダメだよ。警察？経営者どこ？警察は大丈夫。警察じゃないはダメです。それは。じゃあここ何？あなたこれはダメです。ここ何？お店？じゃあ警察呼んででいいよ。どうぞ。あなたこの時はどう意味？ん？あなたどう意味？ここ来る。呼ばれた。何これ？私友達来る早くて。出るから、私そんな出るから。え？外出かけるから用事ある。早くドア閉めるから。うん、早く。何してるんだ？すごいねこの部屋。何この部屋、この部屋どうしたの？何を撮影？早く私用事ある。痛い痛い、引っ張らないで。いや、あなた何でここ私の部屋でずっとこんな構えて。ちょっと面白い、見る側も面白いよね。面白いんですけども、ちょっと友人の僕からすればちょっと危ないなと思ってて、いつさらわれてもおかしくないしとか、いつね、身の危険が呼んでもおかしくないなと思ってる中で、連絡が急に途絶えたので、あとは何だかな、海外の闇風俗に突入するみたいなことを言ってたんですよね。で、やめときやと思う。その日本国内であれば、もし何かあったら助けに行けるけれども、海外とかなったらもう分からんし、情報の取り寄せ方も不可能に近いから、そんなのやめときって言っとったんですけども、それぐらいから連絡取られなくなりました。で、昨日みんなと話し合う上で、キキちゃん探そうということで、キキちゃんの連絡先が、連絡の居場所など分かる方がいてるんであれば、僕のね X、旧 Twitter の DM なり連絡いただければと思います。皆さん本当にぜひご協力お願いします。彼ちょっと頭ぶっ飛んでるところもあるんですよ。ほんまもうどんだけ闇風俗とか突入しても
僕の中ではこう30年間水商売ホストクラブやってきた中で突入したらあかんラインってのもあるんですよね。確かに、うん、風俗業界の中では、うん、そこを平気で入っていくん で、まあスプラッシュ桑田さんとかであれば分かりながらもやってると思うんですけど、こっから先行ったらあかんなとか、彼全然行ってしまうんでね、そこほんまにちょっと僕の中では心配です。ぜひとも皆さんご協力お願いします。キキチャンネル、KIKI、なんですけども、キキちゃんの情報分かる方ご連絡いただければと思います。ぜひともお待ちしております。